プリンは分子式 C5H4N4 分子量120.1の複素間式方向属化合物の一種である。中性の水には溶けにくく、酸性あるいはアルカリ性にするとよく溶ける。アルコール等の極性溶媒によく溶けるが、無極性溶媒には溶けにくい。4つのアミノ酸と二酸化炭素によって生合成されるが工業的に生産することもできる。アデニニや。ア グアニンなどの核酸やヌクレオチドの骨格を構成する核酸塩基として広く生物中に存在する生化学や栄養学ではアデニンやグアニンを中心としたプリンを部分構造として持つ生合成代謝産物を総称してプリン体と呼ぶプリン体は代謝されると尿酸となる尿酸は強力な抗酸化物質であり人体内において酸素が 関与する有害な反応を減弱もしくは除去する働きがある一方で、尿酸が体内で積出して結晶ができると、通風発作を誘発する。通風患者がプリン体を過剰摂取すると病状が悪化すると言われる。ドイツ人科学者エミール・フィッシャーが1884年に尿酸の還元により得られると想定した酸素を含まない化合物をプリントを命名した。 本人によれば、ラテン語のプユラムとユリカムを組み合わせて作った造語である。彼が実際にプリンの合成に成功したのは1898年で、尿酸を5塩化リンと反応させてに、6、8、トリクロロプリンとし、溶化水素と pH4 にアを作用させて、2、6ジオードプリンへと変換した。最後に11をアエン粉末で還元し、プリンを得た。 ありがとうございます。